中国馬定銀表量銀貨とは両目が不定の銀次金を貨幣として用いるものであり、取引ごとに天秤で埋め方を測定して使用される表量貨幣である。日本では江戸時代の長銀及び豆板銀が有名であるが、飛鳥時代に用いられたとされる無門銀線及び戦国時代から江戸時代初期にかけて各地で流通した両国貨幣などもあった。また、 氷涼銀貨が最も広く用いられたのは、地上銀製に見られるように中国であり、馬蹄銀などの銀城が大口取引に用いられ、蔵の形をした蔵型、銀、タイでは腕輪銀及び虎の絶銀などが両目に応じて取引に用いられた。これらの氷涼銀貨、特に中国のものは南涼と呼ばれる純銀に近いもので、南涼は中国の銀山の地名に由来し、 同義語として、相馬と呼ばれるものがあったが、これは、岩見銀山が様と呼ばれる地にあり、ここから産出される、良質の配布機銀という意味であった。中国安型銀銀山から山出しされる鉱石を、精錬して得られる配布機銀は、銀貨及び銀製品の原料とされるが、これに国印を打ったものがそのまま味方により、取引に使用され、国印銀と呼ばれ、 また、小学取引にはこれを適宜切断した切れ銀が用いられ、両国貨幣はこのようなものが中心であった。両国貨幣は産地により銀品位が多種多様であり、幕府による長銀は品位が一定に定められたが、吹き替えにより品位が変化し、実質を重視する商人は見かけの両名よりも含有銀量を重視し、取引はしばしば煩雑なものになった。 日本では、氷涼銀貨の両目表示は、戦国時代末期以降、抜き及び門目の単位を主に用いたが、それ以前は四十三門目を銀十両とし、これを銀一枚と呼ぶ単位が用いられ、江戸時代でも、恩賞、贈答用にはこの単位が用いられた。一方、中国では、両といえば、もっぱら氷涼銀貨の単位であり、テールと呼ばれた。やがて配布基を、 譲り派の形状に打ち伸ばした五長銀が登場し、これが江戸時代の長銀の原型となり、両目は不定であるものの銀一枚が大型の目安であった。長銀は銀雑根税及び両外相が銀五百文目、または銀一枚ごとに包み封した包み銀の形で取引に使用されるのが一般的であり、裸銀の状態で売買に使用されることはほとんどなかった。 江戸時代の銀貨といえば、当初はすべて表漁銀貨を指していたが、明和年間以降、何両に主版、一分銀などの係数銀貨が発行されるようになり、これは表漁銀貨に対する小判など量を単位とする貨幣の流通量の増大を意味し、銀貨かな安となり江戸の諸物価高を引き起こした。文政年間以降は、係数銀貨の流通高が、 表量銀貨を凌駕するようになり、銀目取引は次第に銀札及び手形などに中心が移った。慶応4年の明治政府の銀目廃止の不礼により、超銀、豆板銀は通用停止となった。ありがとうございます。